ドシバイクー .com。 今日はですね、ジャイロ XTD02 の、ファイナルリダクションのオーバーホールをしてあげたいと思います。前回はですね、シリンダーしたんですけど、基本的にファイナルリダクション単体でオーバーホールするっていうことは、ギアオイルのメンテナンスをきちんとしている人に関してはですね、そうそうする作業ではないと思ってて大丈夫です。で、どちらかというとですね、シリンダークランクですね、ピストンの方が摩耗的に疲労、金属疲労的に弱いからですね、そっちの作業の方が多くなります。ここのメンテナンスをする上でですね、一番するとしたらですね、オイルシールの交換ですね。オイルシールの交換と中にあるベアリングの交換になります。これがもうメインの作業となります。で、シャフトのですね、摩耗とかもう削れとかですね、もう問答無用で交換となります。曲がりとかですね。前回シリンダークランクの方をオーバーホールした時に、ファイナルリダクションは車体に取り付けたまま作業できますよって言ったんですけど、当然ベアリングの圧入をする場合ですね、外しはまだいいんですけど、圧入をする場合に関してはこの状態で外した方がやりやすいです。じゃあエンジンを車体につけたまま横向きで作業できないかと言われると、それはできます。できますけど、正確な圧入をしたい場合とかですね、横向きでは限界があったり、通常よりもさらに工具が必要になったりする場面が出てきます。そしてファイナルリダクションの中にはギアとベアリングがたくさんあります。で、しかもベアリングを抜き取るときにですね、抜いた後シャフト側について抜けてくるのか、はたまたクランクケース側に残っちゃうのか、こういうのによってそこからさらに抜き取る工具が変わってきますので、そういう意味では結構面倒な場所ではあるんですよね。で、前回したのがこちらですね。クランク割りをして、シリンダー内クランクシャフトを含む悪い部品は全て交換してオーバーホールと。これですね、クランクシャフトとシリンダーヘッドがこんな感じでついてまして、これを外してシリンダーのオーバーホールをしたと。で、クランクシャフト一式、シリンダー一式を交換、部品交換ですね、してオーバーホールをしました。で、今度この後ろ側っていうことですね。で、駆動系でもクーリーとクラッチを除いたですね、さらに奥のファイナルリダクションの方ですね、中のギアの方のオーバーホールです。で、先ほど言った車体につけた状態でする場合は、まあこの辺とかも全部ついてるんですけど、これパーキングロックのカバーです。ここにこんな感じでついてましたよね。両タイヤ左右を外して、カバーを外して、ケーブルを抜いてあげて、で、ワイヤーをここ引っ掛けを外してあげて、エンジンマウントハンガーがあるんですよ。車体についてる場合の話ですね。で、この一番後ろをですね、外してあげないと、この中を通ってるので、ここが割れないんですよね。必ずここを外してあげる必要があります。で、これ本当はですね、ナットだったらいいんですけど、右側はボルトなので抜いてあげないといけないです。もっと言うと、ここを1本抜くためにここをずらさないといけないので、プレートをですね、こう 1,2,3 とあるとずらせないですよね。なので、この2本のボルトも抜いてあげる必要があります。1本はつけっぱなしで大丈夫です。で、これをずらしてあげるとファイナルリダクションが割れるという。ちょっと車体の方で見てみるとですね、後ろにあります、こんな感じで車体側とクランクがエンジンハンガーでつながってます。さっき言ったのはここですね、この一番下の1本、そこを抜くためにここの2本も抜かないといけない、そういう意味です。するとプレートがずらせるからですね、ずらすと車体につけたまま作業ができます。そしてブラケットでしたよね。ブラケットの右後ろがつながってますので、ここでしたよね、をボルトを外してあげて上にずらすでしたよね。そして邪魔なものを外してあげると、それだけですね。ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、すいません。で、今回はもうエンジンせっかく外してますので、この状態でオーバーホールをしたいと思います。そしたら、ここから作業開始です。まず、ギアオイルを抜いていくので、オイルパンを下に敷いて、17ミリでドレンボルトを外していきます。エンジンオイルとは別のトランスミッションの方のオイルですね。ミッションオイルとも言います。すべて抜き取ってあげます。次に12ミリでパーキングレバーのロックナットを外してあげます。ここですね、ワイヤーがグイグイっとパーキングロックするときに引っ張ってくれるところですね。これですね。そしたらそのままパーキングレバーも抜き取ります。ここは穴の部分が D の字になってます。こんな感じですね。そしたら次はベルトケース外側の方を向けて2本見えますね。ファイナルシャフトのレフト、左側とドライブシャフト。ファイナルシャフトを抜いてあげます。ドライブシャフトは抜けません。
そのまま下からぐーっと近づいてみるとボルトが8本ほど見えます。ここですね、1、2、3、4、5、6、7、8とあります。これを10ミリで抜き取ってあげます。ここはですね、ちょっと奥にあってさらに横が狭いのでディープソケットで外していくのが一番いいかなと思います。これを対角線上に少しずつ緩めて外していきます。1、2、3、4、5、6、7、8とこれでトランスミッションのケースボルトが外れます。そしたらあとはシリンダークランクの時と同じように割っていくだけですね。ここです。真ん中で真っ二つに割れてトランスミッションケース側とベルトケース側とこの二つに分かれます。もちろんプラハンなのでコン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 と叩きながら、冒頭にも言いましたがここは早々にも整備しませんので、結構固着していることも多いと思います。こういう出っ張りを探してですね、コン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 と蓄積させて外していきます。まあ固着がひどい場合ですね、当て木を使って強めに今度叩いていきます。プラハンじゃなくて普通のハンマーと当て木ですね。こんな感じで、で叩くとすんなり外れるはずです。確かベンリーのクランク開けるときにも説明しましたけど、このやり方でですね開かなかったことは過去に一度も経験がありませんので、ほぼ確実に開くと思います。まあしかもプラハンよりも圧倒的なスピードで早く開きますね。で割れてきたらあとはノックピンがありますので気をつけながら強引にしすぎないようにして、パーキングロックのシステムのシャフトですね、ここを押さえながら外します。すると割れます。でパーキングロックのシャフトシステムを押さえながらって言ったのはですね、これスプリングになってて本来左側、画面でいう左側ベルトケース側につくんですよね。ついてた方が構造を分かってない人にとってはいいかなと思ったんですけど、今は右側についてきましたね。ちょっと押さえが弱かったです。こんな感じで元々ついてるということです。で左側に部品が全部集まります。ギア関係はですね、こちらがベルトケース側です。でもう片方がトランスミッションケース側ですね。でベアリング関係外すのはトランスミッションケースこっち側の方が大変です。まあちょっと全てのベアリングの位置が特殊というですね。でベルトケース側こっちは簡単ですので、簡単にできます。そしたらまず外側を向けてオイルシールが2つ見えますよね。これ最後にします。シャフトやギア関係の抜けるものをまずは抜いていきます。で、ベルトケースからですね、こっち側から全てしていきたいと思います。どちらからでもいいですが、まずはパーキングロックアッセンブリを抜き取っていきます。スプリングで指怪我しないようにですね、適当にしすぎるとバチーンって当たりますので気をつけてください。これですね、先ほどはトランスミッション側についてしまったやつですね。ここスプリング下の方に針金のスプリングがあるので注意です。でファイナルシャフトを引っこ抜きます。これですね、細いやつです。であとはディファレンシャル一式とですね、カウンターシャフトに関してはこれ同時に抜けるようになってます。もうそういう風な噛み合わせなので作りです。グリグリグリと外してあげます。当然ギアの傷とかですね、破損がないか全てチェックですね。もちろんです。そしたらここから工具がたくさん必要になってきます。まずはドライブシャフトを抜き取っていきます。今くるくる回してるこれですね、これを抜きます。ちょっと純正指定工具というですね、ケースプーラーをまずは使用したいと思います。私はプレス機を使用しますので 100% ケースプーラーは使うことはありませんが、久しぶりに使用してみたいと思います。ちなみにケースプーラーはですね、車体につけたまんまでもできます。横向きが対応できるというですね、そのメリットはあります。こんな感じですね。私はもう必ずプレス機を使用して外します。ケースプーラー使用すると準備と外しにですね、だいたい5分から10分以上ぐらいかかると思っててください。プレス機を使用すると10秒以内で終わります。そしたらプレートの真ん中をシャフトに挿入します。こんな感じですね。でプレートを広げてケース側のボルトの穴の上に合わせます。ちょっと横から見てますけど、こんな感じですね。でアタッチメントのボルトがこういう風にあります。こんだけしかないんですよね。逆に言うとこれをケース側のネジ径が合うところに入れていきます。もちろんある程度の長さも必要です。見ての通りですね。でこれは締め込みすぎたらダメですね。今図の状態で言うとシャフトよりボルトが低くなってはダメです。で他にアタッチメントのボルトがいいのはなかったので、こんな感じで適当にネジ山ですね、プラスドライバーのネジ山のボルトを適当に差し込んで対応してます。セットしたらほどほどにねじ込んであげて、次は押し出し用のボルトを上から当てて、これを締め付けて外していきます。これですね、先っちょの部分がシャフトの軸の先っちょのへこみ部分に合うようになってます。これでセンターがきっちり取れます。そしたらプレートをちょっと持ち上げてねじ込んであげます。
これで高さ調整が必要ですね。最後にケースに対してプレートが平行になるように微調整をしてあげます。ここが適当すぎると破損の原因になりますので、ちょっと注意が必要です。ベアリングやシャフトは硬いから、まあ破損は基本しませんけど、クランクケースはアルミ製なのですぐ割れちゃいますからね。そしたらボルトを上側ですね、見るとこんな感じでゆっくり締め込んでいくと、グイグイグイと押し出してシャフトが下側にどんどん抜けていきます。こんな感じですね。で、このドライブシャフトが抜けた時にベアリングなんですけど、このベアリングはシャフト側についているのかケース側に残っているのか、これで外す工具も変わってきます。ただプレス機があれば全て同じですね。このプーラーすら必要なく全てプレス機で可能です。そしたら今こちらから押し出してこっち側から出したという形ですね。で、ベアリングがケースにないということはシャフト側についているということです。そしたらシャフト側のベアリングを抜いていきます。これはですね、外掛け式のプーラーとかで外していきます。私はこのプレス機、これを使います。で、外掛け式プーラー使う人は私持ってませんので、こんな感じで爪になってます。外側から、こんな感じですね、爪でグッとベアリングを挟んで上側をシャフトを押すと、こういう感じですね。で、引っこ抜くと、まあプレス機があれば大丈夫なので、こんな感じでセットしてあげてシャカシャカシャカと抜いてってあげます。センター取りだけですね、きちんとしてあげないといけませんが、こんな感じでシャカシャカシャカグイグイグイとすると抜けます。ちょっとスローでこんな感じでスコーンと抜けますので、下にですね何か木材とか段ボールとか引いているといいと思います。これでドライブシャフトベアリングとドライブシャフトが抜けました。これですね。そしたらここからちょっと余談になっちゃうんですけど、学生のお金のない頃ですね、このプレス機のこの囲いですね、四角い部分を木製で作ってあげて、 2x4 などの木材でただネジなどでしっかり留めるだけで、このパンダジャッキを使用してですね、上側にネジでしっかりとつけて、その囲いのですね、こんな感じでプレスしてました。ただパンダジャッキは圧力が弱いからですね、どうしても10トンとかは当然無理ですけど、まあこのパンダジャッキを油圧にしてもいいですね。あと先端改造したらこれ抜き取りにも使えます。パンダジャッキの場合はですね、油圧の場合は押し出しのみです。そしたら次ディファレンシャルのベアリングですね、ここを外していきます。トランスミッションの方関係ないのでちょっと避けときましょうかね。で、ここのベアリングはですね、もう環境がいいので場所がいいので4通りぐらい外し方あります。いろんな工具ありますけど、純正系の工具でいくと、まあスライドハンマーとかですね、この辺はおすすめしません。これは中心センターしっかり取れない人がするとクランクケース割る可能性もゼロじゃないんですよね。まあ一応ですね、使い方としてはこういう風にアダプターがあります。打ち掛け式で中に入れてこの芯を入れるとですね、アダプターが外側に開いて先っちょに爪がありますので、これが引っかかって引っこ抜けるという形ですね。これのいいところはですね、横向きでもできるっていうぐらいです。あと奥行きがある場所には便利かもしれないですね。まあ設定と外したりですね、10分から20分ぐらいかかります。プレス機だと10秒ですね。こんな感じでハンマーをスライドさせて抜き取ります。もちろん今左手が車体についてないので力が入りませんが、この5倍ぐらいの力で抜き取っていきます。一応紹介はしましたが、こんな面倒なことはやっとれませんので、あとはですね、車体についたまんまじゃないので力も入りませんので、私は当然ですけどプレス機を使用します。で、このアダプターもですね、最近ちょっといいのがあってですね、こういう自在式のアダプター、これ実は 5,6 年前の辺確かなかったと思うんですよね。これねじったら開いていきます。なんか開いてますよね。これを打ち掛けで使えます。ものすごいスピードでできます。簡単にこんな感じで入れてねじるだけです。これで引っかかりました。で、一応ですね、しっかりとするためにスパナで回しておいて、これで完了です。で、これ使うのはですね、アダプターは当然つけとかないと奥側から押せませんので、固定されていることを確認して逆側からですね、私の場合はですけど抜き取るのではなくて押し出すという形ですね。まあはっきり言うと楽なので、プレス機を持ってる人はほぼこのやり方と思います。そしたら爪の部分が見えるでしょうか。シールがあってちょっと見えませんけど、見にくいですけど、両端に爪がありますので、そこに当てて押し出していきます。で、押し出すのはですね、ちょうどいいサイズのソケットとかインストーラーですね、打ち込む時に使うようなインストーラーを当て込んであげて、こんな感じで押し出してあげると簡単に抜けます。そしたらまたプレス機の方に行ってセットしてあげて、グイ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 と押し出してあげるだけです。まあどうしてもですね、10分20分30分かかるベアリング抜きがですね、10秒15秒でできてしまうというですね、どうしてもプレス機使っちゃいますよね。
これでディファレンシャルベアリングの外しも完了です。ベアリングが悪い場合は即交換ですね。あともう残るのはオイルシールですね。オイルシールを最後にしたのには一応理由があります。そしたらオイルシールを抜いていきます。これですね、2つとも外していきます。ファイナルシャフトとドライブシャフトのオイルシール、どちらもですね。これはですね、通常駆動系側からもできますよね。普通にプーリー、クラッチですね。クラッチを外して、ここから抜き取ることができます。こんな感じで。で、こういう感じで抜き取る場合は変形しますので、基本的にはですね、再利用をもし考えてる場合は押し出しです。抜き取りじゃなくて。また同じように、同型サイズですね。近似値のサイズのソケットを探して押し出してあげればいいだけです。もちろんベアリングインストーラーでも大丈夫です。これで外れます。これだと変形せず、綺麗に外れます。まずこれがファイナルシャフトの方のオイルシールですね。そしたら次はドライブシャフトの方のオイルシールも同じようにですね。これでベルトケース側の、ベアリングオイルシールすべてですね、完了です。もう完全バラですね。そしたら次はトランスミッションケース側ですね。こちらです。こちらの方がちょっと場所が特殊だったりですね、貫通してなかったり。貫通してないと、プレス機が使えませんので。で、そしてタイヤのある方ですね、ディファレンシャルの方は奥行きがある場所、ちょっと特殊なんですよね。まあこれを外していきます。そしてひっくり返してこちらから見るとファイナルシャフトのライトですね、ベアリングがあります。これを抜き取ります。ちょっとシューが邪魔なので外しておきます。レフトはもう先ほど抜きましたね。で、一番簡単なのはですね、まずドライブシャフトのベアリング、ここですね、貫通してない場所、ここはプレス機が使えませんので突っ張り式のですね、打ち掛け式のベアリングプーラーを使用します。これはですね、小型で必要なので持ってた方がいいです。プレス機とは別でですね。他でも使用する場面はいっぱい出てきます。ヤマハのギアのオイルポンプとかもそうですね。あと横向きで使えるので、車体につけたままでも使えます、これ。まず同じようにアダプタを入れて、先ほどの小型バージョンですね。大型の場合は基本プレスがやっぱ楽ですもんね。で、芯ですね。言ってた軸ボルトを入れて、爪を広げてあげます。で、アダプターをしっかりと固定してあげます。スパナも使って両方を締め込んでいきます。これちなみに締め込みすぎると折れますので注意してください。破損します。結構経験してきましたので注意が必要ですね。内側から外に広げるパワーで引っ掛けてるんじゃなくて、広げた時に外側の爪がしっかりベアリングの内側にですね、かかってればいいだけです。しっかりついてるのを確認したら、本体を締め込んでいきます。横のプレートをですね、縦長に見えてるプレートをベアリングそばの台座のところに当てます。ここですね、今回はまあ台座にしか当たりませんけど、クランクケースの合わせ面みたいなところに当てないように注意してください。ひん曲がる時があります。今回はトランスミッションケースですけど、他の小さなオイルポンプとかのケースとかも同じことですね。あとは中心を絞っていくだけですね。こんな感じで、この状態だと完全に固定されてます。今これぎゅうぎゅうに突っ張ってる状態です。で、あとはここのナットを絞り込んでいくだけです。するとベアリングが引っこ抜けます。そしたら、ナットを絞っていきますけど、中心軸が一緒に絞り込もうとしますので、上は固定してですね、ここのナットだけを締め込んでいきます。ミシミシミシっとベアリングが抜ける音がしてますが、どんどん絞り込んでいくとベアリングが抜けます。これでトランスミッション側、ライトですね。R ドライブシャフトベアリングの抜き取りが完了です。こちらはですね、パイロットベアリングプーラー使いましたけど、ここはですね、ケース側が貫通してないためですね。しょうがなく、まあ、引き抜くという形ですね。いつもならプレス機使うところ、これは、プーラーを使いました。そしてこの小型のタイプのプーラーは持ってた方がいいです。1個はですね。そしたら残り2つですね、こちらの奥行きのある奥の方か、外側のこっちですね。まずこっち外側を外したいと思います。ライトファイナルシャフトベアリングですね、これを外していきます。まずスナップリングを外してあげて、ここは結構硬いですので気をつけながらですね、顔に当たったらめちゃくちゃ痛いと思います。で、先ほどの突っ張り式ベアリングプーラーでももちろんできますけど、ここはですね、さすがにプレス機でスコーンと抜いてあげたいと思います。また同じようにギリギリのですね、入るソケットを探してあげて、後ろからアダプターをつけて押し出してあげるという形でいきたいと思います。ここですね、自在ベアリングアダプターが使えませんので、ちょっと大きさがちっちゃすぎてですね、ベアリングの。まあ先ほど使用したアダプターを使いたいと思います。こんな感じでもう絞るだけ絞ってあげて、ベアリングの穴を塞げればですね、後ろから押せますので。
この状態にして、これで後ろから見て埋まりますので、後ろから押してあげると。そしたらプレス機の方に同じようにセットしてあげて、押し出していきます。これでファイナルシャフトベアリングのライト、右側ですね、も抜き取り完了しました。いよいよ残るは最後ですね、ディファレンシャルベアリングのライトです。右側ですね。それでベアリングは全て完了します。残るはオイルシールとかだけですね。そしたらこちらも全く同じようにですね、後ろから押していくんですけど、ここはですね、奥行きが非常にありますよね。横から見るとこのど真ん中の辺です、ベアリングの位置は。なので奥行きがある場合はですね、それこそ最初出てきたスライドハンマーとかいいんですけど、どのプーラーでもですね、アダプタの装着は大変なのに変わりはありません。もう奥行きがあるがゆえですね、まず手が入りにくいですので、そういう意味でどんなアダプターでも大変です。奥行き専用のロングタイプのアダプターがあればですね、いいんですけど、まあ私はこのベアリング用自在アダプターですね、これを使用します。まあいつも通りといえばいつも通りですけど、これをギリギリまで開いておいて、落とし込んではめてあげて、横の隙間からですね、スパナーを使って開いてってあげたいと思います。こんな感じですね、近づくと。これをスパナで回してガチッと固定してあげれば完了です。ちょっと場所が場所なだけに作業がしにくいのと、カメラが見えにくいのはすいません。もうこれは奥行きすぎてしょうがないですね。どうしようもできません。アダプタをベアリングの内側から開いてって固定する六角ボルトを回してるだけです。これでしっかり固定できました。固定できたら逆から見るとですね、同じように、ジャストサイズのソケットなどを探してあげて押し出してあげるという形ですね。プレス機を使用する場合はもうすべてやり方は同じだから、これの繰り返しですね。まあベアリングの数が多いからですね、やはりプレス機はめちゃくちゃ便利ですね。そしたら同じようにプレス機にセットしますけど、ここのベアリングだけはちょっと奥行きがあってガチャーンと落ちるので、段ボールなど適当に引いておいて、この上に落ちるようにしておきます。やはりプレス機が一番正確で安全に外せますね。これでディファレンシャルベアリングのライト、これも取り外し完了ですね。あとはですね、オイルシールを外していくだけなので簡単です。そしたらこれが外したディファレンシャルベアリングですね。これが一番外すの大変と思います。どの人もですね。OK ですね。そしたら最後、オイルシールを外していきます。まずはパーキングロックオイルシールを外してあげます。ここ大事ですので、オイルシール悪くなってたら即交換してください。これですね。ここ大事というより全て大事ですね、この中は。走った時にしか不具合が出ませんので、基本的にはですね、またクランクとは違う感じの大事さがあります、当然。そしたら奥行きのある場所のディファレンシャルオイルシールですね。これはこんな感じで外すしかないです。L 字型のですね。ただこれすると変形しますので、ちょっとなるべく平面の。再利用を考えてる人はですね、私は棒にフランジナットをつけて、まあワッシャーとかでもいいですね。4回叩きます。4方向十字架にですね。1、2、3、4と。これで外れます。当然再利用しない人はですね、適当にしてもいいですけど、中の金属が変形するともう交換となります。そしたらこれでトランスミッションケース側も全て作業完了ですね。抜き取り。もう裸の状態です。あとは悪い部品を探して全て交換してオーバーホールをしてあげてください。そしたら今回してきた作業を見ていきたいと思います。ファイナルリダクション部分ですね。全て青文字がベルトケース側、緑文字がトランスミッションケース側です。全てをチェックしてギア、ベアリング、オイルシールですね。悪い部分がないか全てチェックです。カウンターシャフトなんかも大事ですね。ギアの削れとか、その辺チェックですね。で、もちろんディファレンシャル一式ですね。アッセンブリ。これは本当に大事ですので、音を聞く。で、これガチャガチャ音今言いましたよね。この音、絶対に言いますので、どれが悪いかはもう体験して、経験していくしかないですね。冒頭にも言いましたが、この中自体はオイル交換しっかりしてればですね、そうそうするメンテナンスではありませんので、した時ぐらいは一掃してあげるのも一つかもしれませんね。
ただしオイルシールに関しては変形したり劣化でですね、そこそこ交換する頻度はありますので、オイルシールはですね要チェックと。ちょっと今回はですね、純正姿勢の昔使用してた工具などを使ったのでちょっと時間かかりましたけど、基本的には突っ張り式ベアリングプーラーとプレス機があれば問題ないです。次回のベアリング挿入はインストーラー、ハンマー、プレス機を使ってしていきます。動画にない情報なども Twitter、Instagram、ブログで随時更新中です。